待って。フェス終わってた。つけたら、フェス終わってた。結果ってまだなのかな？これからかな？あ、結果発表までもうちょっと待っててねって言ってる。ってことは、もうちょい時間経つと結果が出るんだ。それまでじゃあちょっと待ちましょうか。来たんじゃね？さあさあお立ち会い。バンカラ代表の生かした3人組スリグ連合がお送りする、えい。なんか間にあったっぽいけど、えいでえいです。もうすべてえいで終わらせましょう。完結させましょう。えいえい。来たか？臨時ニュース、臨時ニュース。来た！来たぞ！フェスの結果出たぞ！早くね？待ってるの多分俺20分くらいなんですけど、すぐ来ました。まず、ホラガエ得率、これはホワイトが勝ってたので、はい、しょうがないですね。8ポイント。ミタには入らないんだね。で、得票率。得票率さ、ホワイトとしか戦わなかったんですけど。あー、やっぱり？おー、勝率は？勝率、貢献度か？ちょっと待って。A さん強いよ。全部持っていくなよ。頼むよ。強すぎるだろ、ホワイト。おい。ホワイト、俺ビタ、俺ミルクチームっていうの忘れたよ、もうホワイト強すぎて。もう絶対ホワイト勝つんだろうなっていう。しかもビタとオープンさ、オープンじゃない、ミルクチョコだ。自分のチームの名前も忘れちったよ、もう。衝撃的すぎて。なんか、どっこいどっこいなんよ。我々、二チームが。二チームどっこいどっこいだけど、まあ、ビターにすら負けてますね、私のチーム。ビリ！なんか、得票率でしか勝てなかった。ぐいよ。ホワイト強かったよ。もうぎゅうぎゅう。しかもちゃんとチョコみたいになってるぞ、この形が。57対0と0ってやばすぎるだろ。信じられへん。うわぁ、惜しかった。全然惜しくないわ。これ、絶対用意してただろ、コメント。全然惜しくない。圧勝じゃん、ホワイト。なんで？なんでこんな強いの？いや、マジで、なんで、なんか、勝率高いのって、人が多いとこの方が、多い気がするんだけど、気のせいではないのかな？やってる人が多いから貢献度が多いみたいな。まさかね。そういえば、僕、チョコレートを多分、てか今2月13日なんですけど、じゃあどっか出かけるとかもないので、今日もゼロです。あ、終わっちゃった。終わっちゃったよ、みんな。みんなチョコレートもらえますか？みんなもらえそうですか？大丈夫ですか？僕の友達はチョコレートが苦手なので、チョコレートをもらった瞬間に、こんなん食べれんだよって、捨ててました。とてもひどいやつだと思ったんですけど、今ではよく遊ぶ友達です。今は笑い話にしてるけど、当時は俺ドン引きしました。そんなことのないように皆さんは、しっかり大事に、男の子ね、チョコもらったら食べてあげてね、嫌いでも。気持ちのチョコだから多分。多分ね。まあ、俺もらえないけど。じゃあ、さよならみんな。